政府は有事の際に自衛隊や海上保安庁による国民保護の活動に備えて空港や港湾への特定重要拠点の整備を進めています県内では高知新港、須佐紀港、スクモ湾港が候補に上がり去年10月以降、国は県や港がある3つの市に対して説明を行ってきました県によりますと国は特定重要拠点について 公安管理で県の権限が制限されることはないとし民間利用が優先で自衛隊の部隊配備を目的としていないと説明また浦戸湾の三重防護事業といったインフラ整備の加速や大規模災害などの対応で大きなメリットがあるという説明があったということです。県は防災ななどのの面でで十分なメリットが期待できるる関係する国省庁と 円滑な利用に関する枠組みを確認したいとし昨日の県議会常任委員会で3つの港の指定を受け入れる考えを明らかにしました県は3月19日に港がある3つの市である高知市、佐崎市、宿も市の関係者と高知市内で意見交換を図ることにしています